アレルヤ、ありがとうございます。今日の本文、マルコ10章46節から52節の御言葉を通して、イエス・キリストの足を止めた信仰という題名で御言葉を語りたいと思います。今日見てみるマルコによる福音書は、他の別名で、行いの福音書、また宣教の福音書、奇跡の福音書という、 別名がありますなぜならばマルコによる福音書は全,て全部で661節記録されているんですけれどもその中でも209節がイエス・キリストの奇跡によって記録されていますですから全体の内容の3分の1がイエス・キリストが行われた奇跡について記録されているわけですそのため奇跡の福音書であるという別名が付けられています 特に今日の本文はマルコによる福音書に記録されているイエス・キリストの最後の癒しの奇跡について記録していますイエス様が受難を受けられる前に苦難を受けられる前に最後に行われた奇跡であります弟子たちと共にエリコから出てきた時にパルテマイという人に出会いましたイエス・キリストに向かって私の病気を癒してくれと えー、切なる願いをしたわけですね。今日の本文でパルテマイという人が、えー、盲人であったと記録されています。盲人というものは見ることのできない人ですよね。一人では決して暮らすことのできない存在であります。またいつも、えー、暗いそういう人生を送るのが盲人であります。今日の本文を見ると特にこの 盲人はエリコという町にいたと語っていますね。このエリコという町も、えー、世の中を意味しています。ですから今日の本部に出てくるこのエリコにいた盲人パルテマイという人は私たちのように世の中に暮らしながら誠の光である神様を見ることができずに死に向かって暗い歩みを成している堕落した人生 人々を意味しているわけです。世の中で暮らしながらも暗い人生を暮らす人間を表しているわけですね。ヨハネ9章40節から41節を見ると、パリサイ人トがいましたね。私もあ盲人であるというのかと語りましたよね。しかしイエス様は語られました。 もしあなた方が盲人であったならば罪はなかったであろうとしかし今あなたが見えると言い,張言い張りながらも見ることができていないそういう人たちは罪があるんだと霊的な盲人であるとイエス様は語られているわけですまた今日の本文である46節を見るとパルテマイがどのような盲人であったかというと 盲人の小時期と語っています、ね。小時期であったと。毎日毎日、他人に無視されながら、他人の助けを借りながら生きていた小時期であったと。どれほど悲惨な人生だったでしょうか。何を食べようか、何を飲もうかと。今日一日をどのように暮らすべきだろうかと。いつも心配事をしながら、暗い歩みをなしていたのがこの バルテマイという人でした私たちも世の中で何を食べようか何を飲もうかと心配をしながら暮らしているわけです。しかし、バルテマイはイエス・キリストに出会う瞬間その人の人生が変わったわけですね。ヨハネ12章46節を見るとイエス様がこの世に来られた理由について記録されています。ヨハネ 12章46節を見ると、えー、私が来たのはこの世を裁くためではなく、この世を救うためであると語っていますよね。イエス様に出会うことによって、闇から光へと変わったわけです。勝利の人生へと変わりました。では、パルテマイが救いを受けた理由、またその秘訣は何だったのか。 その彼の彼信仰についいいてて見てみたいと思いますまず1つ目にバルテマイには障害物を克服する信仰がありました障害物を克服する信仰がありましたこの障害物は3つに分けることができますまず1つ目が身体的な障害ですねバルテマイは盲人であったと語っています ですから、えー、体の不自由があったわけですね。目の前にあるものを見ることはできなかったため、いつも闇の中を歩む人生でした。障害を持っている人は、その人生が他人と比べてみるととても絶望的で、また消却的に暮らすそういう存在であります。しかし、バルテマイは自分の障害をもう克服して、 その障害によって諦めたり、また嘆くのではなく、信仰によって歩んだと語っています。今日の本部48節を見てみてください。48節を見ると、ますます激しく叫び続けたと語っていますね。イエス様が来られたというそういう知らせを聞きました。自分を憐れんでくださいと叫びましたね。しかし、多くの人々はどうしましたか 彼に叱って言いましたた叱りましたねしねかしパルテマイはその多くの人が無視したりまた叱かたとしてももっとますます激しく叫び続けたと語っているわけですイエス様を信じる信仰その信仰についてはですね決して諦めませんでしたイエス様に行けば私は癒されると救いを受けるという確信を持っていたわけです そういう積極的な信仰があったからこそ救いを得ることができたわけですね。このように自分が患っているこの障害を克服するためには必ずイエス・キリストの御前へと出ていかなければいけません。主の前に出ていかなければ解決することはできないわけです。私は盲人だと。それは罪によって目が閉ざされて。 神様を見ることはできない罪人でありますということを告白する必要があるわけです。そしてその次にイエス・キリストに出ていくときにその積極的な信仰を通して私たちの目が開かれてまた全ての障害物が取り除かれるということを私たちに示しているわけです。また2番目にパル,ルテマイには経済的な障害がありました。今日の本文で。 で、えー、であっっったたと語ってていいますすよね経済的にも障害を持っていたわけですしかし今日の本文を見るとイエス様がエリコから出てこられてた時に多くの人々がいましたこのエリコから出てきたというその状況の中でですね群衆がいたと語っています群衆がいたとパルテマイにとっては絶好の機会でしたチャンスでした お金を多くの人から集めることができるチャンスなわけですね。自分の前を通っていく人々を掴んでですね。私を憐れんでくれと、お金をくれと、食べるものをくれと。そうやって頼めば、多くの人からまた憐れみを受けたかもしれません。しかし、パルテマイは、お金や物を要求するのではなく、助けを求めるのではなく、ただ、 ビデの子孫よと、ビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けたわけです。世の中の利益、そういうものを求めるのではなく、神様の御心のために語ったわけです。イエス様がビデの子孫として来られたと、旧約で予言している救い主が今ここに来られたと。 多くの人の前で叫びながら伝えているわけですね。経済的な障害物も克服したために神様の祝福を得ることができたと今日の本文では記録されているわけです。積極的な信仰の前には障害物はありません。世の中の富が名誉が私たちの信仰の障害物になるかもしれません。ですから私たちにも どんな経済的な問題があったとしてもですね、まずは神の国と神の義を求める、そういう信仰が私たちに必要なわけです。そういう時に私たちに多くの祝福が与えられるわけです。神様がすべてを解決してくださる祝福が与えられるということを聖書は語っているわけですね。また3つ目に、パルテマイは精神的な障害を持っていました。しかしそれを克服したわけです。 精神的な障害を克服しました。今日の本文を見ると、多くの人たちが、えー、彼に向かって叱ったと語っていますね。これは無視して、また、えー、苦しみを受けて精神的な障害を持っていたわけです。数多くの人が私を、えー、叱り、怒鳴り、 悪口を言ううとどななりりまますすか小さくなりますよねしかしパルテマイは無視をするにしてもまた悪口を言うにしても関係を関係なかったわけです気にせずに積極的に神様の前にイエス・キリストの前に求めたわけです積極的に恐れることなく前に進んでいくそういう信仰がパルテマイにあったということを示しています 私たちもどのような障害があったとしてもいろんな問題があったとしても私たちが悟らなければいけないのはパルテマイのように諦める信仰ではなくその障害物を乗り越えて積極的に前に進んでいく信仰が必要であるということを私たちに語っていますでは2番目にパルテマイにあった信仰その信仰2番目はえ実態を 悟る信仰がありました。実態を悟る信仰。52節を見ると、パルテマイには信仰があったために救われたと語っていますけれども、数多くの人々の中では、ただ、えー、人の外見的な姿を見てイエス・キリストに従っていた人もいました。あの人はお金があるとか、そのお金のために、えー、つ,ついていく人もいれば、またある人は力があったから。 その力を求めていく人がいるわけですよね。イエス・キリストも同じように、多くの病人を癒しまた、奇跡を起こし、いろいろな技をなされたために、多くの人々が世の中の欲を求めて、そのイエス・キリストについていく多くの群衆がいました。今日の本文でも エリコから出てきた時に、えー、大勢の群衆が共に来たと語っていますよね。この大勢の群衆の中にはただイエス・キリストに従うだけではなく自分の暮らしのためにお金のために食べるもののために病気を癒すために人間であるイエス・キリストに従って歩もうとする者たちが多くいました。ですから イエス・キリストについて何と言いましたか ?47 節を見るとナザレのイエスだと聞いて、えー、語ったと語っていますよね。ナザレのイエスだと語りました。しかしこのナザレのイエスというのはメシアを語る、えー、メシアを示す、えー、名前ではなく人間的な、えー、ナザレの町から生まれたイエスという人間的な、えー、そういうイエスを示す。えー 名前でありますしかしバルテマイは何と言いましたか、えー、ナザレのイエスと言わず旅での子イエスよと語りましたよね。旅での子イエスよと。マルコ3章やルカ11章の見言葉を見るとその当時の人々はまた宗教指導者たちはナザレのイエスはいたんだと語った人たちであります。 ナザレのイエスは傷んだと。あの人は間違っていると。あの人は狂っていると言いながら、ナザレのイエスというと、多くの人はですね、あの人はおかしな人だと。そうやって、えー、知っていたわけなんですね。ナザレのイエスというのは、イエス・キリストを歓迎したり、また尊敬したりする、そういう名前ではなかったわけです。 多くの人がナザレのイエスと言った時にパルテマは何と言いましたかダビデの子イエスよと語っているわけですね。旧約で予言しているメシアであると病気を癒してくれるそういう人間イエスではなく私を癒し私を救ってくださる神様であることを信じてイエス・キリストの神の性質を称、えー、えているわけです。 私たちも同じように神様を外見で判断して従う信徒となってはいけません。バルテマイのように彼の実態をしっかりと悟って今も生きて働かれる父なる神様を私たちは心から信じる信徒とならなければいけないことを示しているわけです。多くの人がですね、痛んださんさ、おかしな人だと言ったとしても、 いや違うとあの人はあの方はメシアであると父なる神様だとそうやって語ることができる信仰を持たなければいけないことを私たちに示しているわけですねイエス様のその暮らしていた当時多くの人はダビデの子孫としてメシアが来ることを知っていましたダビデの子孫として来ることをみんな知っていたわけですよねしかし その実態を正確に悟った人は多くありませんでしたイエス様と一緒に暮らしましたイエス様と一緒に食事もしたり奇跡も体験しました多くの会話もしましたしかし信じることができず人間的なイエスを信じた者たちが多かったわけです神の性質を持ったダビデの子として信じる人は多くなかったわけですね 私たちと一緒に暮らしながらも、その人が神様だったということを悟ることはできなかったと、皆さん考えてみてください。世の終わりの時にも、処理の時のように、同じように人間の姿を持ってこの地に来られると、聖書は語っています。では私たちは、パルテマイのように、いくら人々が人間なざれのイエスだと語ったとしても、私たち自身一人一人は、 何と言うべきですかあの方だけは人間ではないと。神様が人間として来られたイエスだと。そうやって語ることができるものとならなければいけません。御言葉を通してその実態を悟り、そして私たちを救われる神様であると告白することができるような、そういう信仰の持ち主となることを忍びをもて祝福いたします。大きな3つ目に、パルテマイの信仰は、 チャンスを逃さずに掴む信仰がありましたイエス様が、えー、通,通って行かれると聞いたときにそのチャンスを逃しませんでしたねナザレのイエスだということを聞いて私を哀れれでくださいと叫びましたパルテマイは盲人であったために 自分の力ではイエス様の前に行くことはできませんでした。他の人は足もあるし、目も開かれているから、イエス様に向かって歩むことはできます。しかし、パルテマイはできませんでした。イエス様が私たちの自分の目の前を通られるというのは最後のチャンスでした。このチャンスを逃せば、病気を癒されるチャンスも救いを受けるチャンスもなくなってしまうということを悟ってですね、パルテマイは力強く叫び続けたわけです。 パルテマイの信仰は何かと。この信仰はチャンスを止める信仰でした。私たちもそういう信仰が必要なわけです。パルテマイが叫ぶときに多くの人が叱りましたよね。静かにしなさいと。黙らせました。この叱るという単語はですね、挫折させること。挫折させること。 また強い忠告を通して、えー、止めることを意味しています。ですから、いや静かにしなさいと言うのではなく、本当に、えー、力強く、えー、大きな声で叱ったわけですね。そうやって、えー、無視したわけです。しかし、バルテマイは聖書を見ると、ますます激しく叫び続けたと語っていますよね。諦めることなく 自分を無視しようが何をしようとも関係なくですねイエス様にしか考えない方わけですその結果その声がイエス・キリストの足を止めましたこのようにパルテマイは機会をチャンスを逃すことなくイエス・キリストの足までも止めると止めるそういう信仰を持っていました私たちはどうでしょうか 多くの人はチャンスだと考えることもできず、またそのチャンスを逃してしまう人が多くいます。福音を伝える時に、ああ、これが救いのチャンスだなと、このチャンスを逃しちゃだめだと、そうやって感じる人がどれほどいるでしょうか。ああ、そうなんですかと、うん、じゃあ次にと、うん、いうわけですよね。 礼拝の時、御言葉を聞きながらも、ああ、今すぐ、悔い改めるべきなんだと悟って、本当に実践する人がどれほどいるでしょうか。御言葉を聞きながらも、暮らしに変化がありません。そういう人は、誠の信仰の持ち主ではないわけです。しかし、バルテマイはどうですかバルテマイは語られた時に従順して、イエス・キリストの御言葉に従いました。 チャンスを逃さなかったわけですよね。今日の50節を見てみてください。彼は上着を脱ぎ捨てて、踊り上がってイエスのもとに来たと語っていますね。イエス様が呼べと言われたとき、立って来いと言われたときに、喜びを持ってすぐに立ち上がってイエス様のもとにいたわけです。そういう信仰が私たちに今、必要なわけですね。 今日の本文,で本文の内容を記録しているのが、マタイ20章、29節からも記録されています。このマタイによる福音書の内容を見てみると、2人の盲人がいたと語っているわけですね。マルコではパルテマイだけを記録していますけれども、マタイによる福音書では2人の盲人と語っています。 これはマルコによる福音書がパルテマイの信仰を強く語っているということを見ることができます。盲人は2人だったんですけれどもマルコが記録している時にはパルテマイのその信仰をもっと強調して記録しているわけです。他の人よりももっと切なる心があり熱心さがありまたイエス・キリストの前に出ていて救いを受けた後に イエス・キリストに従って歩む人がバルテマイだったために、マルコによる福音書ではバルテマイのことを記録しているわけです。私たちにもこのような切なる、えー、熱い心が必要なわけですね。情熱的な、そういう信仰が必要です。忙しくて行けませんとか、約束があって奉仕ができませんとか。 今日は日曜日にどこか行かなければいけないので寝入ってきませんとかチャンスを逃すことが多くあるわけですしかしそういう切なる熱心がなければチャンスを掴むこともできないということを悟らなければいけません恵みも受けることもできませんチャンスを逃してしまえば恵みも祝福も逃してしまうわけですその機会を逃すならば 私たちには逆にですね害を加えるような結論をもたらせるわけです呪いにかかった娘のためにイエス様に出ていた母の母親のことを見てみてください自分の娘を癒してくれとイエス様に向かって ついていてくそういう信仰、そういう信仰も私たちに必要なわけですね。そして、今日私たちもですね、誰々よと、早く私に来なさいと言われたときに、バルテマイのように、アーメンと叫んで、すぐに立ち上がって出ていくことができるような、私たち一人一人になることを忍び名もって祝福いたします。では結論的に、バルテマイの信仰は上着を脱いで、 立ち上がってイエス・キリストに従う信仰でした。上着を脱ぎ捨てて立ち上がってイエスに従う信仰です。救われたパルテマイの姿は、救われた信徒が持つべき姿について語っています。まず一つ目に、上着を脱ぎ捨てなければいけません。 私たちも上着を脱ぎ捨てるべきなんですね今日の本文50節を見ると彼は上着を脱ぎ捨てて出ていたと語っていますではなぜ上着を脱ぎ捨てたと語っているのでしょうかこの上着というものは社会的な身分やまた外見財産名誉いろんこういうものを示しているわけですね自分を飾るものですパルテマイにとっては 古事記だったために上着だけが唯一の財産でした唯一の財産を捨て,ててイエス様の前に出ていたにもかかわらずその目が開かれなかったらどうだったでしょうか財産を失ってしまうわけですよねパレスチナンの地域は、えー、昼夜の朝と、えー、夜の気温差が、えー、大きいわけですよね ですから上着がなければ死に陥るそういう重要なものでもあったわけです。しかし、そのような上着をすべて捨ててイエス様に出ていきました100。100%疑うことなく信じて出ていたということを意味しているんですね。それが私たちにも必要な信仰であります100。100%神様の前に出ていく信仰が必要です。 私が昨日卵をゆで卵を作ろうとお湯を沸かしていたんですけれども80度90度の時はあ沸騰しませんけれども100%になった時100度になった時に沸騰しますよね私たちの信仰もそのように100%の信仰が必要です源ボ牧先生もいつも何と語られていましたか 80%、90%の信仰、それは不合格,格だと。100%だけが合格なんだと語られていましたよね。外見的なそういう上着を脱ぎ捨てて100%にならなければ、私たちにも救いの祝福が与えられないことを意味しています欲し。欲であったり、自慢であったり、また財産や名誉であったり、世の中の全ての外見を脱ぎ捨てて、 100%の自分を神様の前に、イエス・キリストの前に表すのが私たちの誠の信仰でなければな,いわけですならないわけですね。エペソ4章22節を見るとこう書いてますね。あなた方は以前の生活に属する、情欲に迷って滅びゆく古き人を脱ぎ捨てなさいと語っています。脱ぎ捨てなさいと。お金や財産、すべてを捨てて教会にだけ入れという、そういう意味ではありません。 罪によって神様の形を捨て失って罪によってこの世の中に溺れて苦しんでいるすべての,その外見的なものを捨てなさいと神様よりも愛するものを捨てて神様だけに100%集中しなさいということがこの御言葉の内容なわけですそういう時に奇跡が起こるわけです私たちの信仰もすべての外見を捨てて神様の前に オールインするそういう信仰の持ち主とならなければいけません。また、2番目に、主に従う暮らしへと変わらなければいけません。今日の本文52節を見ると、パルテマイの救われた時の信仰は何と語っていますかイエス・キリストに従っていたと語っていますよね。今日の本文の 同じ内容が記録されているルカによる福音書18章43節を見ると、えー、彼はたちまち見えるようになったそして神をあがめながらイエスに従っていたと語っていますねそして人々はみんなこれを見て賛美したと語っていますパルテマイ自身が神様をあがめながらイエス様に従いました そしてそれを見て多くの人々も同じように神を崇めたと語っています。皆さんも救いを受けましたよね。ならばパルテマイのようにイエス・キリストに従う信徒とならなければいけません。また多くの人が私たちを見て神を賛美することができるように福音を伝えていく信徒とならなければいけないことを意味しているわけです。今日の御言葉のように。 私たちはどのような信仰を持って積極的に暮らしているでしょうか、皆さん、考えてみてください。本当に熱心な信仰がありますか最初、イエス・キリストに出会ったそういう喜びがありますかその切なる祈りがありますか涙がありますか切に神様に慕い求めていますか また神様から認められるような暮らしとして、私たちはどれほど変わったでしょうかバルテマイの信仰がイエス・キリストのその歩みを止めたようにですね、私たちもバルテマイのような信仰を持って障害物を乗り越え、また100%神様を信じて歩みながらイエス・キリストの歩みをとどめて、祝福を受ける信徒となることを願います。徒の皆さん 積極的に祈り、積極的に礼拝を捧げ、献身することによって、神様が私たちを見られるときに祝福せずにはいられない、そういう信仰の持ち主となって、多くの祝福、また奇跡を体験しながら暮らしていく信徒の皆さんになることを、主のめなもて祝福いたします。祈ります。愛する地なるな神様 今日も聖なる主の日を信仰によって守り礼拝を捧げることができるよう導かれ感謝いたします。まず私たちに積極的な信仰が足りなく神様を扱いすることができなかった私たちの姿を許してください。神様の御言葉を求めずまた祈ることができなかった全ての私たちの罪を許してくださることを願います。今日の御言葉を通して パルテマイのような積極的な信仰があるときにどのような障害物もなくなるということを悟りました神様の前に全てを委ねることによって私たちの中にある問題が解決されることができるように祝福してくださいまた熱い信仰を回復することができますように99%ではなく100%の信仰を持って 霊なる目を開き父なる神様を見上げて切なる思いを持って最後まで信仰を守り抜くことができるように神様どうか祝福してください特に私たちの信徒一人一人に家庭ごとに神様の恵みを与えてくださいまた病気がある人を覚えてくださいパルテマイのような神様によって認められる信仰の持ち主となって私たちの中にある全ての障害物が 亡くなり、またすべての祈りの課題が答えを受け、永遠なる祝福を受けて歩む信徒となることができるよう、恵みを与えてください。祈った通りにすべてをなされることを信じて感謝し、愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン